どど動どうようが隠しきれません。<laughs> いや、やっロー皆さん、こんにちは、みやみんです。いや、今、びっくりした。じゃあ、やろっか、ゴーヤー、ーとか言って、カラが急に、熱弁をしだした。うんこ吹き出せねすっごい、なんか、人間が漏らしたかのようなおならの音を聞かせるカラちゃん。<laughs> すごいですね、あのお嬢は。はい。本日は、 えっとあ引き,きこもりのプロですではひもじをお願いしますカラちゃんカラちゃんカラちゃんまあでもねやっとね、効く薬が見つかったんです<お>で今効く薬効いてるからスピスピ言わなくなったでしょ <laughs> スピスピ言ってない今までのカーラちゃんだったらあのおならとともに、うんビュ やだ下流をまき散らかすそれがもうない <laughs> おならで済んでるしいたね動画ね最近ね追いかけられる、えー、寂しくなるとね俺がお茶入れに台所に来るとタカタカタって来てストーニアじゃんでぐるぐるぐるって言うから撫でるけどお茶入れたら戻るじゃん、うん、そしたらタラタタタと追いかけてきてベッドの上に来てここに乗って <laughs> <laughs> <姫>やばい、ストーニャーニアすぎて、ね、大変なんですけど、ね、忙しいね,ねよりいといいからといいあもうほぼでこの人もうね冬の定番だよね俺がよ日かかってこのクッションの間に <laughs> ああいるんでこうやって埋まってますかわいい洋服のね上とかにもねお前が一番のストーカーだもんなかわいいねまあ引きこもりのプロですってなんじゃって感じですけど、うん、僕が引きこもりのプロっていうのをね、うん あの引きこもりだなんだ今問題になってるじゃないですか、うん、でも、まあ、昨日ねちょっと OP ここにあるとね、うん、夜中ちょっと話したんだけど、うん、まあまあさ20代はさ出版にいたからさ、うん、月に1日とかしか家帰れない生活でさ、うん、もうねあのお妻さんが車で来て。 ちょっっとととはまともななころで寝ないよって車その時にあのエスティマー初代エスティマーを発売日に買って持ってたからフルフラットにして車で寝て「じゃあ寝たから仕事戻るわ」って言ったりいう生活だったんだけどまあもうそれもね体的に20代は無理できたけどきついわってことでまあそれ以降はまあレース以外レース始めて以降はレース以外はもうほぼ。 家にいかに家から出ずにお金を稼ぐかをひたすら俺は追求してきてみやびやも今わかると思うけど、うん、う本当俺一人じゃ玄関から出れないから、うん、あのねあれじゃないですかコンビニすら行けないので、うん、もうお妻さんが調子が良くてでお妻さんの休みの日に出かけりゃいいじゃんって皆さん思ってるんですけど 休みの日は全て撮影なんですよ <laughs> か出かけられないんですよ、うん、だから調子いい仕事が終わった夜でも夜って別に行くとこないじゃん、うん、10時までやってるヨドバシカメラぐらいしか秋葉もでもコロナで行きたくないじゃん、うん、だからほぼ俺家から出てないじゃないですか、うん、ほぼ、うん、出るの月に数回じゃないですか今もだから それでも <laughs> ちゃんと仕事ができてるとか、うん、あのちゃんとこうやってやってけてるあでコロナになってもストレスなしでまあね最近はちょっとストレスフルすぎてみやびにね無理だって分かってるのにわざと LINE で「今からドライブ行こうよ」とかね「迎えに行くからドライブ行こうよ」とか「サービスエリアお土産の旅行こうよ」とかねあのもう断られるのを分かった上でわざと言ってるんですけどね。私も家にいたら もう一いいたくなななから <laughs> そんだからね <laughs> 結構引きこもりってマイナスイメージあるんですけど別にだからねもうさっきこれ喋るからこの間もねドラダンさんとかに言って驚かれたんだけど今日現在10月18日現在でまだ今年あと2ヶ月 2>、うん、ちょい残ってますけど、うん、アマゾンの注文件数が画面出すと思いますけど305件です。 これ注文件数です。えー、買った数じゃないです、うん、1>, 1件の注文に何個か入ってるから。だから結局、買い物も行けないんで、欲しいと思ったもの、Amazon、うん、何でも買えるじゃん。うん、で、まあ僕の場合は、プライム瓶しか使わないんで、うん、最短当日届くし、うん、まあ夜買っとけば次の日届いちゃうので、まあもう本当、犬猫の餌から、食べ物から、うん 飲み物からお,ほう、ね、お茶含めてほぼアマゾンで全部、うん、でこのレビューしてる製品とかいろんなものもアマゾンなんで、うん、もうね305件ってことはまあもう毎日毎日注文してる計算なんですよ、うん、だからもう配達員の人もこいつ毎日何買ってんだよって思ってると思うんですけど絶対どこで金稼いでんだよって言ってるよね <laughs> そうやって行けるので別にね家から出られなくてもで出るとしてもまコロナ禍ですけど車でしか僕は動かないんで車から外出てお店入る時だけマスクすればいいので苦じゃないんですよだからねっんか引きこもりってマイナスなイメージあってなんか最悪だまあ,まあほとんどの引きこもりの人たちは。 ね、俺の年のそうそうそうあの僕が前まで住んでた江戸川区調査したんですけど、うん、江戸川区がねえんで一番割合うのは50代なのって生活保護を受けてるかもう50だとすると親が多分ね80とかなんですよ、うん、70後半から80代の親なんですよで親生きてたら 親の家にずっといて引きこもってるっていう4五5 0代が一番多いらしくてそれはちょっと問題なんだけどでもそういう人たちにも言いたいんだけど引きこもりでも外出なくてもできる仕事はいくらでもあることは僕が証明してるので引きこもりのプロになればいいんだよなっていう話です。なるほどね 引きこもっててもだからみんな外出なかったら仕事できないお金稼げないって思い込んでるけど、うん、家から出なくてもできる仕事は今の時代いくらでもあるからか今の時代だからこそだよねそうだからそれでやってお金稼いで堂々と引きこもりやればいいんじゃないですかっていう、うん、だって多分引きこもってる理由は会社で嫌なことあってもう人と会いたくないとか、うん、世の中と接触したくないとか、うん 自分の部屋っていう空間から出たくないとかってあると思うんで俺はそういうんじゃないけど体の問題で出れないだけなんで体がクリアだったらもうバイク乗ってどっか行っちゃうんでだからまあ無理やりそれで我慢して外出なくても引きこもったまんま仕事ができるようになればいいんじゃないですかねっていうそうしたらなんかさもう引きこもりでさ年食っちゃってさ親がさ あの子供がもう私我々が死んだらこの子はどうなるんだって聞いてさ殺しちゃうとかさその逆もあるじゃん引きこもってる子供が親殺しちゃうとかさそういう事件もなくなるかお腹なってますけどそういう悲しい事件もなくなるのでまあねちょっと引きこもりのプロっていうのがどんどん増えてけるっていただはコロナ禍だしね楽しいようんあにこちらも若干引きこもりま,あまだ若いんで あとパリピなとこがある <laughs> ウルトラとか行く人なんで<う>、ね、行きたいっていう衝動に分かられるんだけどでも基本引きこもれるの<う>この人もあのどん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 あひもの着物女が,がって言ってるから <laughs> も,うもうソファーベッドから離れられないずっと言いたい俺とう <laughs> うん、うん、違うよソファーとベッドだよ朱 <laughs> に合ってるからいいよ <laughs> <laughs> 週2っていうのはこの人にはね結構ねあ,、まあね多いんですよね。何が 2>、えー、週2アフっていうのはね。いや<え><う>まだ全然多く,多くないですし週3だったら多いなってなるけどそうなんですか、うん、だってまあ週1じゃなかったですかまあね慣れってすごいねこれ,これは喋っちゃいけないんでしょ何を慣れってって俺とじゃないよ、うん、大体あの君あの週1なペースじゃなかったじゃなかったでしたっけ あーそういうことねああ,あーそれは確かにねあのきついねああいやさこれさほらコンテンツだから <laughs> コンテンツだけどそ,<う>それは結構さあの男側からしたらさ <laughs>、うん、もっと会おうよってなるわけじゃないですか普通、うん、お若いし、うん、そこを君の場合は週1でも十分でしょって感じになるじゃないですかそうだってそう友達優先だし <laughs> みたいな仕事優先だしえっお前を優先させてほしかったらお前なりのなんかを ギブをしてくれみたいなでもよ,よく計算すると週一会えたとして、えー、ねね月4回じゃないですか、うん、年間48回もなんだよねそうでも男からするとみーちゃんを大好きな男からすると48回しか会えないのってなるわけですよでもさ仮にさそういう計算をしてきて提示してきたら即行、うん、お別れするわ でもこの計算はみーには言わないけどだから言うよこっから、うん、思い当たったらそうだって言えよ、うん、だから結婚すればずっと毎日一緒にいると思うから結婚しようって言われがちだと思う、うん、結構ね遠,遠距離恋愛の方たちもそうなんだけど、うん、会う回数少ないカップルって、うん 結婚しようって言いがち言われがちなんですよそ<ー>したらずっと一緒にいられるっていう安易な考えをねそうね安易だねそれは、うん、でも言いがちなんですよああでもね初めから仕事仕事仕事っていうふうに出してるから、うん、そういう隙を与えないタイプだったんです、うん、じゃあ俺に毎日結婚しようって言われて楽しいでしょ <laughs> <laughs> もうね、もう1日10回ぐらいわざとね結婚しよう結婚しようん、しよって、ね、そのために泣き泣きってハンドコちゃャその前にねあの離婚しろって言ってくるのをツッコミを待ってるんだよだってね絶対受婚できないじゃないですか日本ね、うん、結婚できないの分かってて結婚しようって言ってるんだからそこにツッコミを返してほしいのにの <laughs> その前離婚しろっていうツッコミを待ってるのにあの。 それを突っっ込んだらなんだなかか違う方に持ってかそうなんかどん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 こっちのペースでも怖いから守る自分を、えー、あ、そういういことですか <laughs> まあその話それましたけどまあ引きこもりも別にねあのー、それで生活できる仕事を、まあ、別に月10万でも20万でもいい家に困っ家賃とかあったら別だけどまあそれがねもう持ち家とか実家とかで自分が。うん ね、引きこもって趣味で使いたい生活電気代とか含めそんなもん10万20万でいけるからうん、うん、それを稼げる仕事がもう今の時代ネットがあればいくらでもあるので、まあ、それがねクリエイターだったらもっと稼げるの月100とかね、うんうん、200とかいくので逆に何歳だろうがクリエイティブを学んでみるとか、まあ、僕の後輩とかでも突然連絡きて。 「ライターになってます」とかって言われて「えあ?」って言ったら、うんあ「それでも病人なんだけど、うん、はっ?」て言ったら「今ウェブでライターできるもう雑誌じゃないから、うん、ウェブのねページの記事を書いてギャラもらうっていうのになりました」うん、それだけで食ってます」あ,あ、よかったじゃん」ってそれでも月ね何十万かになってるので、うん、まあそうやってねスキルアップしてもう家から出ずに自分の好きな空間から出ずに。うん 暮らしていける時代なので、うん、まあみんな引きこもりのプロ外出たくない人はそれでいいんじゃないかなっていうお話でございます特に病人の方はね、うん、まあ僕が見本ですけど病気があって家から出られなくても稼げますから <laughs> 大丈夫ですという話でございました、はい、というわけで私はいただきますはいいや楽しいよ引きこもりもう本当に ちょっとしカーテンシャー開けて2個見どけてばいいし <laughs> もうね何だろう映画アニメを見るのがね好きってなればねとことんねもう永遠に見れちゃうから色作品だそれだけでマジで十分楽しめるしもうなんだろう,満足できちゃうよねあとね個人的にね干物になってよかったと思ったのはねもともとそうなんだけど1日1食 なんか家出ないから動かないから、その、まあ大きいのも遅いし。だから一日一食で済むから、まあなんか途中でちょっと完食するけどたまに。でも基本的に一日一食だから食品のコスパも抑えられるってところでかい。で、夜にこうガッと食べればいいから、その、なんだろう、女性だったらなんかその体重とか、そういうなんか、 お肉平気かなーとか、付きやすいんじゃないかなーとか思うかもしれないけど、イラッとトレーニングすればいいとか、いろいろできるから、本当にね、楽しいよ。干 <laughs> 物をね、私はみんなにね、絶賛、もうおすすめしたいです。そのぐらいに楽しいから、もう、イエリア樹、どんどん増えていいと思う。なんか。で、まあ。 ちゃんと外に出て稼ぐ人も稼げばいいしみたいな家でも稼げばいいしっていうなんかいい具合に知恵を使って頑張ればいっぱい来ていける手段あるなと思ったこの話も聞いてだから皆さんも是非ねそういう考えもあってもいいのかなと思いますそんな感じで今日も終わりますありがとうございましたよかったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますじゃあねー